こんにちは。どうも。どうも。声やべえ。もう喉死んでるしこって、何度でしこったら喉がいくんだよ。意味わかんねえだろ。口から射精してえよ。チンチンの先っぽから射精すんだよ。ウーアーワールドってアーティストのボーカルの高谷ってつけんだけど、そいつの誕生日だったのね。で、それで、なんか今日俺が好きなセットリスト組んできたからみたいに言ったの。2、3曲歌ったのに。何やると思う、何やると思うって言われて、なんだなんだって言ったら、あの、うやんない痛み、うわーみたいな、あー気持ちいい。来たー、実家の BGM 流れてる。やべえ、なんだこれ。あの放課後のチャイムみたいな感じも、脳が溶けちまう。終わった、家に帰ろう。そんな音楽と一緒、俺は帰ってきたんだ。ちょっとね、あの音量のさ、ちょっとなんかその調整じゃないけど、ちょっとなんかどう、みんな声とさ、あの俺の声とゲームの声の調子どう。それまず一回上がっていこうか。なんか消えないの。え、何これ何これ、何が消えないの。あ、画像がついてる、添付されてた画像開く。べっ、それはあれの、とても綺麗なわ、は、脇腹自撮り写真。そして殺した後が白い人でまだ赤く残っていた。見せろ、見せろよ。なんで見せねえんだよ。なあお前さ、おい、しょっぱだからじらしかよ、きちいよ。もうちょい大きく。あ、オッケー、了解。それちょっと聞かせてくれてありがたいです。じゃあちょっとこのぐらいかな。ちょっと大きくしました。どうですか。なんかすっげえノイズだったけど、何レオの声。あ、これ俺の声。これは俺の声で。これはもうバチバチ俺の声。あのちょっと今日ね、喉ほんと痛いから、なんかそのなんていうの、声がうまく喋れなかったらさ、その分なんかそのあれもうまいこと喋れなくなっちゃうって俺の病気があるから、まあちょっとね、まあ楽しく、なんかほんとにただ俺がリップキスやるみたいな感じでやっていきたいと思います。わ、何このエッチな写真。うるせえよお前、この野郎。何のエッチ。お前見るか、一緒に見ようぜ。おい、何ってスマホでこんなの見てるんだ。ちげえよお前、お前の大好きなハエレの傷跡だぞ。ちゃんといたわるよ。お前は心配してみろよ。なんで見てる俺の方が傷ついてて、おかしいだろ。あれ、この画像早ねえ。よく気づいたら脇腹だけで。なんで分かったんだ。おっぱいで。え、おっぱい映ってるのか。おい見せろよ。なんで見せろよ。おい、おっぱい映ってるんだったら見せてくれよ。お前脇腹だけだったら別にほっといたけど、おっぱいあるんだったら黙っちゃねえぞ。こっちも出るとこ出るぞ。兄だって見てるでしょ。見てねえよ。見てない、嘘つき。見てるだろ絶対。立てしこれ、おいチッチ立ってるぞ。相変わらず綺麗だね。ははは、見て、もうだからダメなんだよ、ギャルゲーは。エロゲーはやらせろよ、マジで。 YouTube にバンされるのが怖くてできねえんだよ。あれくらいスタイルが良かったら、ああ私も無敵なんだけどな。いや、お前と、あ、お前顔はそこそこいいからね、ほんとスタイルがほんとダメだよな。スタイルと性格、そのすぐ風邪ひいちゃうところとか、お兄ちゃん好きな性格。でもどうして兄に送ってきたの。そりゃお前、あいつが俺のこと好きだからだろう。なあ、なぜか気まぐれじゃないかとか言いながら、タネシたちが心の中で、それお前、俺のこと吸い取るからやろう。おかずにしろってことだよ。何言ってんだてめえこの野郎。妙味じゃねえか、お前より。おい、素晴らしいな、お前なんて味付けのうまさ。ふん、兄のケチ。うるせえバカ野郎、父おっぱい興味ねえんだ、帰れバカ野郎が。俺は膨らんだものが大好きなんだ、いつでもどこでも。どうやれたら細かくやめるかと思った。つうかさ、音の調子。あ、オッケー、よかった。あ、ちょっと大きいから、ちょっとこのぐらいにしよっか。オッケー。じゃあこのぐらいでいきたいと思います。クリスマスパーティーの準備は大体できた。そうか、あとはかなちゃんとはやねえを待つだけだね。そうじゃん、そうだ、クリパすんだよクリパ。お前マジか、12月24日この迫るこのタイミングでクリパ見せられる今から。なあ、好きな、自分のこと好きな女3人に囲まれてやるクリパ見せられるの今から。24日何の予定もない人間が今から。八つ泣きされるぞ、お前ら気をつけろマジで。意外と頑張ったのエリ、飾りつけなくて不器用だ。いつまでも兄に甘えていられないもんね。そう、お前のそういう頑張るところみたいなね、俺もちょっといいやつだと思うんだよな。もうちょっと頑張れ、無能なんだから。子供だってバカにするからだよ。頑張れ、それはお前の才能がないことだ、バカ野郎。照れ隠してね。来た、私が出てくる。バカ野郎、俺が行く。二人でデッドヒートしよう、玄関まで。こんばんは、そうくん。あー、何これ、何このなんか、え、奏のおっぱいの形を忠実になんか
おっぱいの形に沿ったラインをできてる。こんなアウターないだろ。こんなストレッチ性の高いアウターないでしょ、みんな。お邪魔しまーす。ほら、こう、こうだよ。おい、服装逆にしてくれよ。なんで体がそっち来ちゃってんだよ。うちの入りちょっとデブみたいになってるじゃん。なんでまたボディーライン見え見えのアウターどこで売ってんの。ハエネに教えてやってくれよ。じゃあ、みんなオッケー？大丈夫だよ。大丈夫だ。こっちも準備オッケーだよ。何を始めようってんだ。外クラスにノンアルコールのシャンパン。ノンアルコールのシャンパンね。いやいやいや、アルコール入れちゃいましょうよ、マリさん。マリさん、わかってるでしょうね。こういう時はこっそりアルコール強めの酒を混ぜとくんだよな、マリさん。わかってるぞ、おい。よーし、行くよー。メリークリスマス。あはは、死のもう。メリークリスマス。俺も今のうちにメリークリスマスやっとこう。俺だって24日何も予定ねえもん。今のうちやっとこう。ちょっともう一回。おいみんな、おいみんな、おい、おいみんな、早く早く、あの持ってこい、酒とかなんか何でもいいから持ってこい。行くぞ、ここでやるぞ。俺たちは一人じゃない。メリークリスマス。イエーイ、前より早寝からね。イエーイ、楽しい。生まれてから一番楽しいクリスマスだ、今日が。初めてだ、知り合いと共に過ごすクリスマスだって。私も。あ、乾杯。このシャンパン美味しいね。やばい、美味しい。仕事終わりのビールぐらいただのタラタラ抜けたコーラが美味しい。炭酸が効く。あ、素晴らしい。仲間同士で祝い合う、こんなクリスマス素晴らしいね。ちょっと大人な気分。最高だね。ただのコカコーラゼロにもかかわらず、お酒酔っ払っちゃいそうだよ、私は。もうすぐ高級なシャンパンなんじゃないだろうか。ソウ君の料理食べてもいい？よき、もちろんどうぞ。ドーストチキンレッグ、シャーマンポテトピザ、クリームシチューにパン、パスタに海鮮サラダを作った。だからか、この女絡みのゲームの主人公とかさ、女絡みのアニメの主人公とかって、なんでこんな料理ばっか作れんの。なんか俺さ、アニメとか見ててもさ、もう主人公が料理した瞬間に笑っちゃうのね。だ、出た、こういうやつみたいな。本当に美味しそう。おめえらカップラーメンすすっとけよみたいな。私もいただきます。なんで男の方が面倒いいアニメ見せられなきゃいけねえんだよみたいな。ふざけんなみたいな。このちゃん、ローストチキンレッグも美味しいね。そんなこと言う？ねえ、ローストチキンレッグ言わない、 KFC って言うだろ普通。そうくん、本当に料理上手だよ。シャレ込みやがって、カッコつけやがってな。このためだろ、どうせな。モテる男は違いますね、この早見もこみちが。とても上品でいいな、上品でいいな。俺だからうまいな、つけてよかった。そうかそうか、それはよかったな。誘ってくれてありがとうね、ソウ君。いやいや、こちらこそ。いやいや、でもパーティー、そう、入れだから。だって昔もこんな風にパーティーしたでしょ。あー、マジかよ。またやりたいなって思ったの。しんどけよ、恒例行事かよ、マジで。幼馴染どうしようブスになっとけよ。したら飯うまなりさ。した。私覚えてるもん。早寝に抱っこされたまま寝たんだよ。何そのご褒美。もうその日抱きしめられて死んでもいいわ、普通に。あの花山薫の法要みたいな感じで、そのまま抱きしめられて殺されてもいい。そうだったね、うん、また抱っこして、僕がいいよ、僕が。そろそろあれが半分以上か。してして、こらこら、まず温めてからだぞ。分かってるもん。はん、かわいいな。あとテレビゲームして遊んだね。おい、やろうぜ、今からエロゲーやろうやな。選択肢多めのエロゲーやろうや。兄、一人が強かったよ、やり込みすぎ。あ、出た、ニートのにイケメンっていう最悪なパターンだ。最悪なパターン、一番人生楽して生きていく最悪なパターン。一番ダメだ、縦一掃除みたいな人間が。俺は最も苦手。このシチューも美味しい。美味しい、僕のシチューもあるよ。今からお皿に出すね、トスピョミトンピュー。シコシコシコトピトピトピュー。今からお皿に出すよ。至れり尽くせりだよ。ソウ君がお姉ちゃんのお嫁さんになってくれたらいいな。なる、全然なる。お兄は口うるさいから大変だよ、はやね。いいよ、俺何も言わねえよ。おめえみてえなピタバイリーはや、お前結構厳しく言うけどや、こんなお前素晴らしい体型持ってる人間は何も言うことねえよ。それだけで幸せ。でもそれはまゆちゃんのことを思ってのことだから。あ、違うよ、ペチャパイだからだよ、勘違いしないであげて。兄の愛は厳しいよ。そうだよ。ソウ君は私にも厳しいの？そうだよ、朝起きたらおちんちでペチペチ頬叩くからね。言っとくけど、太鼓の達人みたいにペンペンペンっつって、いつも抜けたところあるか。兄みたいにガビガビ言うほどじゃないかな。ずるい、差別だ。うん。まゆちゃんは大事にされてるね。あ、ご飯を食べてるときはそう思うかも。美味しいから。そうだな、俺は稼げるか。素直になれないだけだよね。ねえな、助
もっと優しくしてほしいな。女さん、にからいじられる構図羨ましい。いいな、楽しいじゃん、こんな絶対さ。野郎どもに3人から絡まれて面白い回するぐらいしか俺の楽しみじゃないさ。めっちゃいいじゃん、こんな普通のこと答えたら向こう喜んでいいじゃん。してくれてもいいじゃん。だから実質 AG ゲームは叫んだ現実とのギャップにやられる。そんな冬、ごちそうさまでした。美味しかったよ、ソウ君。はあ、うちにも一人ソウ君が欲しいよね。あげたい。うんうん、いてくれたら絶対お母さんも助かるよ。じゃあお母さんでいいから結婚させてくれじゃん。それでなんかあの新あの新あのあれ近親相姦でなんかお前らやるわ。毎日こういう料理が食べられるんだよ、夢みたい。おい、その夢現実にしてみねえか。早ねえ、おい、お前の一言で終わるんだぞ。なあ、夢は現実できるんだぞ。ハニー、はやねえのケーキを食べようよ。お、タイジンもなんかシコシコしてるんだね。よかったよかった。ああ、冷蔵庫寄ってくるよ。そうだ、ケーキ食ってケーキ。あ、じゃあ、はやねえよ、ケーキ作ってんじゃん。運び入れたため私が出すよ。お、作ってる時からすっごくいい匂いがしてたので、裸にさ、乳首にソフトクリーム乗っけたハエレイがお待たせとか出てくるかもしんないからね。そういう可能性あるからね、ギャルゲーだから。できましたー。あー、服着てる、カバー付きだ、コンドームついちゃってる。テーブルの上にケーキをポンと置く。じゃあ、あ、開けるよ。おー、ドキドキ、ワク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 、チワクチワク、寝てる会長もいます、チワクチワク。なに、あんますごくない。チャッチー、あんますごくない。工事コーナーとかで売っとるタイプのやつ、3000円くらいのやつ。お、これはチョコレートケーキ、サッハトルテだ。なにそれ、いい香り。え、なぜテンション上がってんの。金粉で雪の結晶からとても綺麗だ。リバヤモミの木のおもちゃ飾ってる。そしてサンタのおじさんが、マスコットがメリークリスマスと書かれて看板持ってた。綺麗にできました。すげえ、確かにお店で売られてもおかしくない。もう普通に作ってるってところやべえな。かわいい、私サンタのおじさん食べたい。おい、スケベで預けは控えたまえ、マイリさん、なんてエッチなこと言うんだ。砂糖菓子なんだよね、お姉ちゃん。ほう、そうそう、だから食べられるよ。は、砂糖菓子作ったの。マイリさんにあげるね。すげえ、マイリちゃんだけで僕にちょうだいよ。あーしてよ。ハイネが包丁を使い慣れた手つきで切り分けた。わあ、いいなあ。てか、ハエレイから振り分けられた犬のうんこでも食えるわ、マジで。犬のうんことかの全然いける。はい、あーんて、もぐもぐ、なんて香ばしくて美味しいうんこなんだ、味わい深いって食える。うーん、いいなあ。食べよう。食べる。いただきます。横から見ると、層になっている、なんちゃら模様。うん。お、うまい。うまいらしい。あ、俺も食いてよ。ちょっとなんかローソン行ってからちょっとあれ食ってきてえか。なんかチョコレートケーキ買ってきていい。なんか俺も入りたい、向こう側に。ハイネードじゃねえけど、ハイネードだと思って食うから。なんでもいいや、てか食えるもんだったらなんでもいいや。ちょっと野田行こう。あれだ、あ、ここになんかさ、あのコーヒーのさ、コーヒーのなんかさ、入れたらコーヒーになるとあるから、俺これ食おう。チョコレートケーキだと思ってシェアしたい。俺もメリークリスマス気分味わいたいもん。これ食おう俺。おー、おいしい。ハエネのケーキおいしい。もうまく、あ、おいしい。だね、これ私一人で全部食べられるよ。俺もおいしい、このパックに入ってる粉おいしい。あーはは、おいしい。おい、よかったね。また今度作ってよ。やばい、いいよ、やめよう、痛い、戻りたい。結構な気がかかってるんじゃないかと。そんなにかかってないから大丈夫。作るのも楽しいし。おい、こっそり体売ってんじゃねえのか。お店教えろや。すぐ行くわ。私ももっと食べたいなって思ってたから嬉しいな。な、普通にエッチも。ナイちゃん、ナイスアシストだよ。普通にエッチできる女の子だけど、風俗で働いてるってしたらわざわざ金払ってセックスしたいってちょっと思わない。そういう思いあります。また食べられる。別にできるだよ。普通にエッチできる。でも、でもあえて風俗行ってエッチするみたいな。たまんねえな。汚いけどその気持ちはすごくわかる。夢中になってしまうな。これ本当に美味しいよ。早ね、作ってきてくれてありがとう。自信はあったけど、そんなに褒められるなんてちょっぴり照れちゃうな。おかわり。おい、ほんとだよ、もっと味わってくれや。味わってるよ。わ、私もおかわり欲しいな。大食感どもか、叫んだ。
まだあるからどんどん食べてね、うん、そうしてくれるとお姉ちゃんも嬉しいよ。いいな、いいな。なんで俺コーヒーの変なやつで喉詰まらせてんのにさ、おめえらハイレが作ったケーキ食ってんの、なんなんだよこの違いや、なんなんだよ。急に聞いたくなった、ごめん。格闘ゲームあったけどそれはプレイしてこない。ああそうだな、あーパーティーゲームね。あーマリオパーティーとかしてんの、初めてのWiiとかしたの。うわー俺寝てたのか、何やってんだバカが、何やってんだよお前、こんな大事な時にお眠りさんが。最後まで起きとけ、目血走らせとけ、寝込み襲うんだよアホが。なかなかの惨状だった。まだやる、こんなに、おエッチだな、ちょっとエッチ。夢の中のゲームプレイしてるで、寝言がまさにそれだ。早寝は寝てる、おい注意してるぞ、おい覚悟決めろ、たけし覚悟決めろ、相手は無言やぞ、ほら見ろ、しかもエアギだぜ、おい一枚脱がした後裸よ、おい生まれたままの姿よ、おいどうすんだ立石、俺はおめえの魂に聞いてたぞ、おい今俺タクヤに影響されてるからね、おいお前の魂に聞いてたよ、おいやりたいことあんだろうがよ、夢あんだろ、サッカー選手になりたかったの、野球選手になりたかったの、それと一緒の今早寝とエッチしてエッチもいるだろ、正直であれよ、おい見せろよ見せろよバカ野郎、その垂れそうになってる胸見せろよバカ、それが妙に色っぽく見えるいいな、ほんとな、くたびれた犬みてえでいいな、突き出された方はキスをしてくれと狙っているみたいだった。あーなんかこんな、なんか特殊なやつちょうだい、特殊なやつ、そろそろ特殊なやつちょうだいよ、羽の甘い香りがする、あする吐息が頬に当たるな、そい近寄ってる、おいそ行け炎の盾して炎の前に生きろよ、それでおめえがいじめられてもよ、得られるものってのが絶対あっから、おい行けるよ、あれバレた、そうくんバレた、おいおい来たぞ、隣に知り合いいるタイミングでよ、エッチかますってのはよ、男の夢だよな、そうだよな、天使今気づかれたよな、これピンチだと思うか、チャンスに変えてみろよ、な天使キスしようとしていたことを、ほーらな、何をしようとしてたのかな、この女知らんかな、知らんでこんなコメント残せる女がこの世にいるのか、頼む合わせてくれ、ちょっともう一回聞いて、もう一回聞いて、もう一回聞いて、ほーら何をしようとしてたのかな、はいオナニーです、そのはいオナニーです、ダメだよ、あ女の子が寝てる隙に襲ったりしちゃう、わこれ直接的表現、もっと紳士だと思ってた、お姉ちゃん幻滅しちゃうな、いけいけ、イマジンブレイカー立て装置、お前幻想ぶち壊せ、いけ、腹で心に刻んだ夢を見合いさえ置き去りにして、男の子だもんね、そう俺は男の子だ、そうだよ、そんな女が目の前に狙われてたら何もしねえ方が男としてどうかと思うぜ、でもそういうことは本当に好きな人にすることだよ、チャンス、ね、そうだな、そう分かってんだよ、分かった上でおめえに唇差し出してるわけよ、神戸を垂れてんだよ今、はやね、俺大きい声出しちゃダメだよ二人とも気持ちよさそうに寝てるんだからちょっとみんな、おい BGM 止まったぞ、 BGM 止まったぞ、おい泣かるじゃねえか、泣かるじゃねえか、あ何かお話があるなら聞いてあげるよ、優しげに、なんだわかんねえ小首をかしげる早寝、今俺は好きな人とすることと言われて思わず早寝に告白しそうになってしまった、てんてんてん、話したいことって何かなクリスマスだしお姉さんに懺悔かな、シスターは迷える子羊のお悩みを聞き届けますよ。
祈りを捧げるように両手を胸の前で組む早音。そうか、早音には、はあ、なんか始まった、おい俺の身元でトゥ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 みたいな、なんか始まった、俺に伝えたことがあること、そして俺の気持ちは、俺には好きな人がいます。って感じ。その人に俺の思いが伝わっているような気がします。でも、どうします？じゃあ君が伝えたわけじゃないんだね。はい、それならはっきり言わないと気づいてもらえないよ。でも俺じゃその人と釣らないんだ。それであとても綺麗で大人っぽくて、俺は大人にしか見えないっていろんな人から言われるし、自分でもそう思うから、自分で出てすごく懐かしい、懐きだ。でもここで引き分けにはいかない。入るはきっと俺の言葉を待ってる。大丈夫、ソウ君なら絶対大丈夫。自信を持って、自信を持って、立石足りねえのあと自信だけだ。本当にそう思う、心からそう思うよ。なんだこの実質告白完了みたいなやりとりは。じゃあその人に告白して。くらえた、くらえ、早音、ちゃんとあれ見る。その大きな手も親の時に俺を見ていた。心臓が早音、あらあらのうち口の中が乾く、まるで下側下に浮かがないけど、言うなら今しかない。俺は少しだけ聞こえた、そして口を開いた。好きだ早音。ありがとう、私も大好き。やったー、知ってたけど嬉しい、当然の結果だけど、やったー、よーし、完全勝利、立石掃除。久しこれを抱きしめてくれた。いや、めっちゃいいじゃん、本当に嬉しい。こちらこそ、早音の心臓の音が聞こえる、金早いことが。俺が昔ハーレーマンつけたのは間違いないよ。あのあれが初恋だったらと思う。抱きしめた、抱きしめられた写真よこせよ。エロシーン足りねえよバカ。もっと見せろ、いろんなハーレーよ。ちょっと恋愛感情とは違った気がしたんだ。この前は保育士さんの好きになると俺だったんじゃないから。年上と少年の心のララララララ今わかる。それは憧れと恋心に至らねば俺はハーレーを本当の意味で好きになってしまったんだ。おお、エッチな顔してる、アイレが攻めろ、ただしこのまま今日はエッチすべや、本当に攻めろ、私でいいわ、いけ、胸も内前、おっぱいも内前、いいんだよ、アイレ、こんなに大きい胸があるじゃないか、もみもみ、いけ、今俺をれよ、俺と付き合ってくださいよ、付き合ってくれ、早め、男が脱却したい、あえて敬語使うのやめた、そうだ、いいぞ、男の中の男だ、皮を破れ、本能むき出して攻め続けろ、攻撃やめんな、ガウアンドランだよ。私も大好き、大好きだよ、ブワー音楽あげろ、音楽あげろか、じゃあちょっと動画あげろ、なんか BGM 控えめなんだよね、ちょっと行こう。あれは胸の中で俺を押し込みたいに、まだまだ俺の頭の中で抱きしめる。今から私たち同士だね。顔見せろよ、顔見せろよ、おい、なんでおっぱいで喋んなきゃいけねえんだよ。そうだけど確かに間違ってないよこれ、そう、俺はこのおっぱいに惚れたよ。でもこのおっぱいと、え、俺ハエレの本体こっち。あの顔なり出来物、うん、もうエッチもするさ、付き合ってるんだから、僕たちは親しい男女なんだから。ハエレが俺を突然抱きついたじゃないか。そうでした、ちょっと、なあ、ちょっと、頬に短い傷の血よこせっつってんだよ、いい加減殴るぞ、なあ、おい、片付けよっ、俺のおちんちの清少ですか。ありがとうございます、ホワイトメリークリスマス、これを待ってたんだ、あ、これ俺の精子、あ、ほら、そして俺とハヤネーは二人で下したテーブルを片付けた、これ精子がってね、精子が忘れてるね、え、物が聞こえてあって耳が覚めたとき、そうくんがお姉ちゃんとキスしようとするところだった。おお、奏で、昔からそうく
くんはお姉ちゃんの奏で好きだったんだもん。奏で見てればそれはよくわかった。奏で、奏での奏でしてんだ。初恋は実らないって本当なんだな。うわおい立石、精子余ってるか。ちょっとよこせ、体にもぶっかけるぞ。お姉ちゃんでよかった。なんでだよ、一番嫌だろうが。俺弟にさ、自分の好きだった女の子取られた時にマジで殺してやろうと思ったけどな。ふざけんなよ、悪口全部言ってやろうと思ったもん。弟の悪口あの子に全部言ってやろうと思ったもん。なんでこれできた妹は。うん、泣き顔を見られずに済むから。おう、今だけは泣かせてね。切ない。奏でをさらば、お前に足りないのはちぶさだ。待ち合わせの時間に。もう遅いぞ。何かが始まっている。そんな彼女を待たせてどういうつもり。うん、ああいいや、彼女だ。もう彼女なんだぞ。おいおい、こっそり電話とか入れるやつ、じゃバイブとか入れようぜ。マンコの中になた天使、彼女なんだからいいだろヌプみたいな感じ入れようぜ。それはそれもできるぞ、今の俺なら。なんだ。はい、お姉ちゃんに会話を合わせなさい。おお、なんかすげえガム食ってるヤンキーみたいになってる。ヤンキー中学生みたいになってるな。はがいねえが。寂しかったんだからね。はい、そういうこと。スニッチャー、お前のそういうところが本当に好き、本当に好き。まあそういうところはお前の。もう今回だけだよとか言いながら、次も寂しかっただからで聞くために俺遅れるよ。その寂しかったんだからで聞くためだけにっていう会話でいいのか。じゃあ、うん、許してあげる。は、うん、何やってんだよ。欧米育ちかよこの女。チューしすぎ、しかもチューしまくるくせにチューし一個もねえじゃん。お前チューする画像見たらまだだって。なんであの、あの双葉姉妹のチュー画像はあんのに、はやねえのチュー画像一個もねえんだよ。ふざけんな、サムネ困るだろうが。サムネ困るだろうが。見たかったの。やばい、喉が痛いちまう。ティッとってば、ロケンカってば。死ぬとこだった。ああ、死ぬとこだった。危ない危ない、吐血した。もう今魂を削りながらリップキスやってる。いきなりだったもんね。いやでもいいじゃん、そういうのなんか定期的にやってさ。恋人っぽい会話だったでしょ。でも実際日本にはいねえな、やたらめったら方で注意してるカップル。いるけど超痛いもん。うわ、キモいことやってるみたいな。じゃあ行こう。ドラマとかになんか営業されてるタイプだ、痛えみたいな感じ見てる。他にも俺たちと同じようにカップルがイルミネーションの並木。もう死ねえおめえらは全員殴らってろ。おい、いいよな、俺たちにはさ、一回ぐらい殴る権利あってもいいよな。男の方一発殴らせやつ、それでトントンみたいなもんだろうが。本当に綺麗だね。お前が見たら早ねえ。一人で見てる分には、なんてことない景色なんだけどな。確かにな。私と見ると特別？特別も特別でしょ。大特別。何でもいい、マジで。好きな人と一緒だと、何でも楽しくなるんだよ。ああ、刺さる。お姉ちゃんも、好きな人と過ごすのはゾウくんが初めてだから、ね、あーお前さ、舐めてるよな。流行りのファースト彼氏、それはなし。マジで取っちゃうの、本当に殺す。お前を見つけ出して。もちろん初めてだよね。もちろんだよ。こんな女いるのに他の女に目移りすっかよ。マジで当然だよ、流行りが初めての恋人だよ。最後の恋人にもなれるといいね。お前が最初の最後よ。そういうことをちゃんと言ってくれるんだね。いやこういうの言いたくねえんだよな、あんま。あんま言いたくない。これ実際にやってるカップルいたらすげえいて。だから私は君が好きなんだよ。お前の好きのキャッチボールすごいな。お前もうちょい別話しろよ。さあ、ありがとう。ほら童貞が出ちゃった。ほらほら童貞が焦ってる。はい、私が好きだよって言ったらちゃんと俺も好きだよって超いい声で言わなきゃダメ。あーでも楽しい、こういうの。こういうコミュニケーション最高。やりてー、俺も好きだよ、いいて。超いい声で、その声どうやって当たってるか分からないよ。君な
いい子ってどの子なんだ。とりあえず今日の子だったらいいのか。あーやーこー、わかったよ。うん、好きだよ。早れ、惜しい。もうちょっと頑張って。好きだ、あれ、もうちょい。せー、大好きだ。うーん、合格これで。ドキドキしちゃった。あれでいいらしいぞ、お前ら。お前ら早れ落としたかったらウーバーワールドのライブ行けな、お前ら。